ロックロック、おはよう。おはよう。お前どれこれ。おはよう。おい天才、ちょっと待て。あったか。お前それ何遍言うたら切ってくるんや。うっせ、切らん。切ってこい。俺は諦めんぞ、哲也。先生、おはようございます。あ、おはよう。哲也くん。おう、おはよう。おはよう。今日は1時間目やな、体育やけんな。あー、体育か。偉いわ。ちょっと、うちの生徒に何か用ですか。少林寺部始めたんですって。まだ部員は三好一人だけらしいけどな。柔道部だってお前一人じゃねえか。そのうちあっちばっかり部員が入ったりして。えそれありえんな。えっ、かっこいい。あれ、ナミは。そう。お、ナミ。おい、お願いします。ありがとう。じゃあ一緒に帰ろう。いいよ。はい、肉うどんお待たせ。おかわりください。え、ナミ。うん。俺見てもうたんやけど、廊下んとこでさ。え、見とった。モテるやん。でどうすんの。もうからかわんとって。おっちゃん、ナミの向こう候補が見つかったって。バカ。ごちそうさん。お父さん、そうけんの。置いときます。 ありがとうございました。ごちそうさま。おい君、あんた朝も。君はあの子のことが好きなんやろ。は、は？その気がないふりしとったら、あいつは鈍感やけんずっと気づかへんで。何言ってんだよ、わけわかんねえ。君は将来ハゲんけん。え？そうお願いしたやろ。おっさん、何もやねん。俺のことはええ。は？え、だいたいなんで俺のことそんないろいろ知っとん。まあ君ぐらいの年の子は大抵同じや。女の子や髪のことで悩むもんやろ。ほらお父さんがハゲ取ったりとかして、自分も将来ハゲたらどうしようかって。え、じゃあ適当に言っただけか。まあそんなとこや。いや、驚いて損した。いや、声をかけるべきか迷ったんよ。ただ君の様子を見とったらもどかしゅうてな。おっさん、おせっかいなんやな。まあええか、おっさんみたいな赤の他人の方が話しやすいわ。俺あいつのこと好きやけど、俺なんか釣り合わんから。釣り合わん？だってめちゃくちゃ怖いやろあいつ。せっかく
幼馴染として仲良くできとんのに、それをわざわざ壊すようなことできんやろ。確かに今のあの子はめっちゃ可愛いけど、30年後はどうやろう。え？30年後？人は変わるもんなんやで。は？やっぱりこれがタイムスリップの原因だったんでしょうか。タヌキ様のおまじない。みんなうどん先生のおかげやと思ってたんやけどな。すべて僕たちが自分の未来のためにやってたことだったんですよ。それにしても一人だけ戻り方がわからんって心配よね、哲也君。あいつ一人だけうどん先生に何かしてもらったいう思い出がないけんな。どうするんでしょうか、あいつ。ええか、人は変わるんや。30年後はそれなりにどっちもおっさんやおばはんになっとる。だから釣り合わんなんて自分をヒゲせんでもええんやで。はあ、ナミのこと悪く言うなよおっさん。別に悪く言うつもりはないけど、ただ俺は真実を。30年後もあいつは変わらないよ。多分俺にとっては一番。もしかするとこれは人生をやり直すチャンスなんじゃないか。今やったら自分に違う人生を与えることだってできる。まあおっさんに話してちょっとは気晴れたわ。じゃあなおっさん。ちょっと待ちや。君は将来なりたいもんとか夢はないんか。ああ、アンケートまだ書いてなかったな。考えんといかんな。それが書けたら俺に見せてくれんか。え、なんで。君の夢が知りたいんや。将来の夢とかな、考えたことないんよな。君はまだ14歳や。今から何になりたいか真剣に考えてそれに取り組んだら何にだってなれるんやで。はあ。君の未来を応援したいんや。なんで。大人としてなんか協力できることがあるかもしれんやろ。じゃあまあ気が向いたら。待ってるで、必ず教えてくれよ。俺はもう一つの未来を作ってやる。帰ってこんな。